こんにちは一之瀬です、えー、先日ね8月16日の動画でかなり久しぶりに北九州市の子どもノンフィクション文学賞のその後についての動画をアップさせていただいたんですけれども、えー、ちょうどいいタイミングで次の北九州市の市長選挙のニュースが上がってきました前回の動画の時にコメントで教えてくださったご視聴者様もいらっしゃいましてありがとうございました そしてニュースといたしましては、2023年2年月来年の2月ですねに行われる予定の北九州市長選、元厚生労働省官僚の竹内和久氏が8月17日、会見を開き、出馬を正式に発表しました。ということで、選挙自体は、ね、まだまだ先なんですけれども、やっぱり早めに、ね、出馬表明をして、そして北九州市の、ね、市民の皆様の認知度を高めていきたいということでしょうか。 ちなみに現職の北橋市長は今、4期目でいらっしゃいまして次もねもし出馬されて当選したら5期目ということになります少し前の報道では5期目にはチャレンジなさらないとね、えー、公言されていたかと思いますけれども今現在のですね最新の情報では5期目については含みを持たせていますということで結局出るんかいという感じですよね。 まあ出るか出ないかちょっと分かんないみたいな状況に話がちょっと戻っているという感じですね、まあ、ただですね、でこどもノンフィクション文学賞のこともありましたのでここは1つね、フレッシュな風に期待したいところですね、えー、そして新人、えー、の、ね、竹内和久さん早速 YouTube を開設されておりましてそしてね、コメント欄が開放されておりまして、まあ、対話を重んじるとね ご本人もそういったようなことをおっしゃっていましたのでちょっと質問を投げてみましたまだ、ね、コメントが入ってない動画で1個目をゲットできましたのできっと目に留めていただけると思います、えー、概要欄の方に竹内さんの選挙用 YouTube そしてオフィシャルサイトの URL を記載しておきますのでご興味がある方はご視聴いただければと思います。 えー、そして、ね、ちょっと微笑ましかったのがあのオフィシャルサイトから、ね、オフィシャルサイトにもこう YouTube へのリンクとか、ね、リンクバナーが貼ってあるんですけれどもその YouTube へのリンクバナーをクリックすると選挙用のチャンネルじゃなくて竹内さんが運営している味噌汁の、ね、チャンネルに飛んでしまうということですね。そののののうううちねあのちねゃんんとと選挙用 YouTube チャンンネルへのリンクっていうのもも、えー、貼られれるとは思うんですけれども まあ、このままでもね、ご本人の人となりが伝わって別の意味でいいかもしれません。えー、ということで私の質問なんですけど、割と、ね、長いんですがちょっと読み上げていきますね。であんまり、ね、こう動画に長いコメントを入れるということは私はないんですけれども、YouTube のコメントって、ね、かなり長文でもいけるんだなというのが今回、分かりました、えー。ということで私の質問なんですが、えー、ご出陣おめでとうございます。 小規模ながらユーーーチュバをさせてていいただいております北九州市の市政について下記の出来事に関する北九州市立文学館の対応につき竹内様のご意見をお聞かせくださいますようお願いします2022年2月から4月頃までニュースなどで報じられておりました北九州市の北九州市立文学館主催の子どもノンフィクション文学賞につきまして第12回子どもノンフィクション文学賞に 某宮家の新能が加策入選されましたこれが2021年3月頃ということですねしかし2022年2月の週刊誌報道で佳作を受賞した作文に他の出版物と告示した部分が複数あることが明らかにされました日本では「参考文献の記載漏れ」という表現がなされていましたが英語のお得意な竹内様もよくご存知かと思いますが海外では「プレジャーリズム」 盗作という表現が使われれ海外にも広く報じられました実際記載漏れといわれる箇所は参考文献の丸写しではなく要所要所で単語の入れ替えを行っていたり表現を少し変更したりしていて参考文献の引用というよりはオリジナルの文章に見えるよう意図的に書き換えた可能性が高く現物には盗作と見なした方が正確であるような文章です。 子どもノンフィクション文学賞の募集要項には他人の文章を勝手に使ってはいけません使う場合は鍵括弧で囲んだり段落を落としたりして自分の文章と他人の文章の区別がつくように工夫してくださいまたどこから用いたかも必ず書いてください応募した後の訂正は受け付けませんと明記してありますしかし、か北九州私立文学館は、 宮宮家の親王が修正した作文を受け付け、えー、これは2022年4月頭頃、えー、受賞の取り消しや賞の事態を促すなどの行動を取られていません。この対応は子どもノンフィクション文学賞の募集要項に反しています。試験では、えー、私の意見ではですね、受賞の取り消しが妥当な判断だったのではないかと考えます。竹内様は文学館の今回の対応が正しかったとお考えですか、それとも間違っていたとお考えでしょうか。 このような事案が再発したときはどのように対応なさいますかまた今回の質問とご返信につきましては私のチャンネルで公開させていただきたいと思います。えー、という内容で送らせていただきましてあまり、ね、こう自分のこう感情をあらわにしたような偏った、ね、意見にならないようにこう事実のみを淡々と書くように、まあ、配慮をさせていただいて送らせていただいております。 もしかしたら、ね、すぐに削除されてしまう可能性もありますので、一応、ちょっとスクショも取らせていただきました。そして何かお返事が来たら、また次回以降の、ね、動画でご紹介をさせていただければと思います。動画の後半ですけれども、今回出馬表明をなさいました竹内和久さんについて、ざっくりとご紹介していきたいと思います。竹内和久氏、51歳。 とということであの北橋市長が、ね、今、60代後半でいらっしゃるかと思いますのでかなりの、ねまあ、若返りになるかと思います福岡市出身の竹内氏は久留米大布施設中高を経て東京大学を卒業後厚生労働省に入省、えー、久留米大布施設といえばソフトバンクグループの、ね、孫正義さんや堀エモ門などが通った福岡の、まあ、超名門進学校ですね そして外資系企業の役員などを経て2019年の福岡県知事選に自民党の推薦を受け出馬しましたが当時現職の小川博史氏に敗れ落選今回、無所属での出馬を表明しました。ということですね、えー、ちなみに、ね、福岡県知事選なんですけれども小川知事の前に、ね、麻生渉さんという知事が、ねまあ、長く君臨していたんですねこの麻生さんなんですけれども麻生太郎さんの血筋の、ね、麻生さんとは全く関係がなくて まあ、たまたま麻生さんという名字ということであの麻生知事の時代に、ね、一度、ね、お会いしたことがあるんですけれども私の、ね、こう界隈の地元では金持ちの方の麻生さんといえば麻生太郎さんでこう貧乏な方の麻生さんといえば知事の麻生渉さんという区別がなされていました。 まあ実際には知事のね麻生渡さんもまあまあお金持ちだったと思うんですけど、まあ、麻生財閥の麻生太郎さんと比べるとやっぱほとんどの人がね、えー、貧乏認定されると思いますので、えー、このようなね呼び方をしていたことも、えー、ご容赦いただければと思います。そしてててこの麻生渡さん知事選ににはは非常に強くて、えー、4期期められて5期目はね あんまりこう同じ人が長く利、ね、権の,の座に座るのは良くないみたいな批判も出ていた時期で,でその辺りを、ね、考えていたのかもしれませんし実際にです、ね、4期目の最後には副知事の汚職事件とかも起きていたんですねなので4期目で任期満了で5期目は出ないということになってでそしてです、ね、2011年の知事選からなんですけれども自分とです、ね、全く同じ経歴の小川博さんを擁立するんですね。 でこの時ですね、えー、金持ちの方の麻生太郎さんも小川さんを推薦してまして、えー、ダブル麻生でね推薦するんですよ。で、えー、と2011年はそういったわけで小川宏さんが、えー、知事選ですね圧勝されましてで2015年もね 同じような形で、えー、引き続き小川知事が、ね、当選されるんですけれども、えー、2019年の、ね、竹内さんと、えー、小川知事が戦った時の知事選なんですけれども、えー、これ地元のニュースによりますとです、ね、麻生渉さんはずっと、ね、こう小川さんを使ってこう自分の思い通りにしたかったみたいなんですよね。 なんですけど小川さんが徐々に徐々にこう自分のカラーを出すようになってきてて、えー、こうダブル麻生の言うことを聞かなくなっていってたみたいなんですよね。 小川さんはもともとねダブル麻生の後押しでね知事になったんですけれども、まあ、そういうです、ね、恩を受けた相手でも間違ってると思えば拒否するようなね結構なんか潔癖っぽい性格だった部分もあったようで,でこうダブル麻生の、ね、操り人形にはならなかったということで,で今度はですね、えー、それにこう怒ったダブル麻生が今度は小川を下ろせみたいな流れになって。 で金持ちの麻生太郎さんが竹内氏を擁立してで元知事の麻生さんはですねなんとその小川さんを切り捨てて竹内さんの後援会長に就いたというねなかなかえぐい歴史がございますえところがですね小川知事もその時もあの自分の力で強くなっててえこの2019年の小川さんの得票率なんですけれどもなんと73.6%で えー、ダブル麻生とさら、ね、には自民党の推薦まで受けた竹内さんをぶっちぎって圧勝でで当選したんですね、えー、福岡もねあの飯塚とか筑後地,地区はやっぱり圧倒的に、ね、麻生太郎さんの、ね、勢力が強いんですけども福岡全体となると、まあ、そうでもないかもしれなくて。 多分、ね、自民党の支持者やの金持ちの方のの、ね、麻生さんの関係者でも一定数、ね、小川さんに投票していたんじゃないかと思いますね。そういいった歴史がございます そして小川知事に関してはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが流行り病の対応の最中肺がんでお亡くなりになられまして2021年の4月から当時、ね、副知事だった服部さんが知事をやっているということですねなので次の知事選は、うん、あの服部さんがそのまま引き継げるかもしれないんですけど強固な、ね、地盤を持っている人がいないのでどうなるかわからないなという感じですね。 ちょっと福岡県知事話が長くなりましたけれども、えー、竹内海絶者さんの方針としては、えー、少子高齢化と人口減少の改善、えー、ということで人口減少を止め北九州100万人の復活を実現させたいということなんですね。私、あの北九州って、ね、100万人を超えてるかと思ってたんですけど昔、なんか100万人都市とか言ってましたけどねなんかやっぱり人口が減ったんですかね。 えー、そして、えー、そのためにビジネスの経験を生かして北九州を稼げる街にする稼いだ富は次世代に投資するというふうに北九州市は、ね、確かに、ね、福岡市と比べると若者率が、ね、低いように感じるのでなんかやっぱお年寄りの比率が高いのかなというのはやっぱ見てて感じるんですねなのでその点が改善されたらいいかもしれませんよね。 北九州市長選は来年2月ということですので対抗馬で、ね、どんな候補が出てくるかあるいは、ね、北橋市長がもう一度出馬されるのかどうか、ね、分かりませんけれども今後の行方に期待しております。ということで本日は次の北九州市長選に出馬表明をした竹内和久さんに子どもノンフィクション文学賞での文学科の対応についての考えを質問してみたという動画でした。 チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。